久保さん、最後のね、なんか、なんか握手をね、もうそ、なんかその、まあコロナだからね、握手できないのかっつってこ、こうやってましたけどね。の握手しようとしてましたからね、最後。すげえなっていう <laughs> あの、落とし、落としどころはすごいなっていうのはね、す,、うん、すごいなと思いましたね。うん、で、僕は、今回ね、山本太郎さんを信用するな、みたいにしましょうか <laughs>。 山本太郎さんは信用するなっていうね <laughs> で山本太郎さんもこれ言ってますからね僕も信用しなくていいですよとで政治も信用しなくていいですよみたいなね <laughs> で山本太郎さんも人間ですから僕が山本太郎さんが素敵だなと思うのがあの素敵だとは思ってますうん12年もやっぱ現場で働いてしかもね未だにその前に立ってねいろんなヤジが飛んでくる中 いや、バカですよ。バカじゃないとできないですよ。つってね <laughs>。いや、そ、それをずっと現場でやってるっていうのは、すごく素敵なことだし、すげえなと思います。そこは、あの、うき、あの、すごいなと思いますけど、これ山本太郎さん自身も言ってるしね、信用しなくていいよっていう。で、山本太郎さん自身も、じゃあ、今は僕は素敵だと思うかもしれないけども、今後山本太郎さんが、やっぱりちょっと無理あるなと。やっぱ、その、数が少ないから、これを変えるためには、つって、 翻るかもししれないで、僕自身もそうなんですけど、僕自身も、あの、今は票を入れようとは思わないですね。まあ、久保さんがね、久保さんが令和、あの令和からもし、立候補するんだったら、それは久保さんには入れますよ。久保さんには入れるけど、山田太郎さんには入れないですね。すみません。<laughs> 久保さんには入れます。 久保さんには入れますけど、山本太郎さんには入れないですね。うん。だから、ただ、それも僕が大人になって、それは何でかっていうと、僕自身、山本太郎さんのそもそもの,あの趣旨っていうのが、その、なんだろうな、あの、その、できない人もいるよと。だから、全員救いたいみたいな感じなんですよ。でも、僕からすると、できる人はやろうぜっていう話なんですよね。できる人は自分で自分の身守れるよね、と。動けるんだったら。 うん、ビジネスやろうと思ってる。今からその情報発信始めようとする。ネットビジネスやろうとしている。じゃあやろうぜっていう。うん、動けるんだったらやろうぜっていう。僕はそっちを、あの、そのお客さんで、お,お客山、山本太郎さんは素敵だとは思うけども、そう自分で、えー、自分の身を守ろうとしている人ですよね。うん。それに対してサポートしていく。それが僕の今の仕事かなと思いますね。ただ僕が身動き取れなくなって <laughs>、 偉そうに言ってるけど身動き取れなくなってああ助けてほしいってなったらもう全力で応援ですねお願いしますみたいなへりくだりますねすいませんいや太郎さんお願いしますみたいな動けないからね自分ででも動けるうちは動くし自分の身は自分で守るし政治も信用していません誰も信用していない、えー、信用できるのは己のみですねなぜの己のみかっていうと自分が自分自分は自分 がコントロールでできるからですね自分の考えだったりとか自分の行動は自分自身の意思によってコントロールしようと思えばできるんですよ。ただ、これは僕が今健康なんでね、できますけど、その山本太郎さんが言ってるように、ね、柔道のね、うん、その病気にかかってる人とかは動けないじゃないですか。じゃあそういう保護どうしていくのっていうところですね。だそれはもうやってその山本太郎さんにやってもらうしかないんですよ、そこは。僕が言ってるのは、 その自分の意思でね、まだ動ける、体も動ける、ね、久保さんも、ね、マージャン店のおっさん、40歳からネットビジネス始めて、上半身始めましたけど、やろうと思えばできると思うんですよ。でも、もちろんできない人もいます。でも、やろうと思ってるんだったらやろうぜっていう話なんですよ。うんそう ああ僕は究極は自分、他人を信じるっていうことも素敵だと思います、他人を信じていくっていうのも素敵だと思うんですけど、一番素敵なことがあるとするならば、己の人生、自分の人生、自分を信じれる人生を送れる、うん、人生を送った方が僕はいいんじゃないかなと思うんですよね、僕はね。ただこれは今、僕は動けるからね、うん。でも動けなくなって年取ったら、誰かに頼るしかないですから。 うん、だそこは感謝してね、すみません、お願いしますと、全力で票入れに行くし、多分ね。だって、自分で動けないんだから、自分でできないんだから、だから僕が交通事故になってね、今、YouTube でバン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 いろんな場はできるけども、喋れなく、つんくさんも、ね、喉の手術して喋れなくなったりとかして、僕もじゃあ、喋れなくなる可能性もあるし、YouTube できなくなる可能性もあるし、そしたら誰かの助けが必要ですよ。お願いするしかないですね。 応援,応援してなんとか頑張ってもらうしかないですよ、できる人に。うんだけど今、僕は自分自身で動けるので、自分自身のスキルを高める。ね、自分の人生を自分で守れるように、しっかり勉強する。そして行動していく。で自分のスキルを高める。最低限のお金は自分で絶対なんとか稼げるようにする、ね。国に頼らない、政治に頼らない。自分で稼げる力をつける。その一択で頑張るのみですね、僕は。 うん、要は、なんか依存すると、例えば、こういうのもあると思うんですよ。期待してたのにとかね。<laughs> 期待してたのにみたいな。うん。だ期待はしない。うん。自分のスキルを磨く。徹底的に。うん。そう。 な感じですかねだから、久保さんが言う通り、全員にその自己責任っていうのは当てはまらないと思いますよ。ただ、やろうと思って行動ができる、身動きが取れるんだったら、やろうとも,うとも思ってる。うん。で、身動きもできる。じゃあ、やろうよっていう話ですよね。でも、その、なんだ、いや、いや、なんかネットビジネス怪しいし、みたいなね。あの、なんかそ,うそういうの、できないんですよ。じゃじゃあ、 給料,給料でね、生きていくしかないじゃないですか。でも、給料は少ないわけですよね、現状として。まあ、もちろん会社によっては違いますけど。でそうした場合、うーん、どうしようもなんないわけですから。やりたくない,いその、やらないわけですよね、他の手段を。うん。でもね、僕はいつも思うんですけど、昔に比べると、やっぱ、ん、環境も揃ってるし、まあ、もちろんできない人もいますよ。ね。高度の。 10秒とかねでも僕が知っているあの人で和田大輔さんという人いますけども車椅子13歳か14歳の時にですね事故にあってね車椅子生活半身不随で動くのはこの、まあ、これちょっとないんですけど鉛筆鉛筆かまあ本も出してますけどこうやってね こうやってキーボード叩いて、こうやって、こうやってキーボード叩いて、年収1億です。<laughs> <laughs> まあ、あとね、いろんな人います。その、なんだ、あの、なんですかね、まあ、本当に重症だったら無理ですよ。だけど、その、僕が好きな外国の方もいらっしゃいますけど、誰だっけなんとか、うんと、なんだっけな。 うんとね、あの人。ウィッチさん。海外。僕好きな人がいるんですけど。うんと、手足ない。手と足ない。誰だっけな、名前。名前誰ですかね。 ちょっと調べていいですかまあ、その人ね、手と足ないんですよ手と。手と足がなくて。なんだけども、あの、なんだ、こんな僕でも人生夢変えない。で、結婚もされてるんですけど、人生あの変えたよっていう。で、それ、できるよっていうのをね、あの、なんだ、講演とかしてたんですけど、結構でも昔なんで、そう。名前なんだっけな 浮かんでこないですね。まあ、無理っちっちゃう、まあ、自分はできませんって言ったらそれは終わりなんですけどね。でも、世の中を見渡すと、その状況下でもやっぱやってる人はいるんで、人生変えてる人いるんでね。うん。この人だな。名前が、名前がなんだ、これは。 ニックだ。ニックさんだな。ニックだ。ニックだ。ニック、ニック・ブイチ,チさんですね。ニック・ブイチ,チさんです、はい。もう8年前とかね、9年前、なんかまあ動画もアップされてますけど、ニック・ブイチ,チさん、公演とかで調べていただくと出てきます。ニック・ブイチ,チさんですね。手と足ないです。 まああるっちゃあるけども生まれた時からはもうなんかもうないみたいな感じですねうんそうでも成功されてますはいニック V チチ公園とかで調べていただくとニック V チチさんですねうんそうそうだから旅行もいっぱいしてるんですよ手と足ないけどうんそう生まれた瞬間から 手足がないかうんでも本当にねできない人もいるだろうからね、まあ、これが全てではないですけども、うん、今はやっぱ、うん、昔に比べると選択はありますんで、うん、やっぱ自分の他者に頼るんじゃなくて自分を鍛えていくっていうのが大事自分の考え方とかマインドとかえそのスキルとかそういうのを鍛えていくっていうのが僕は 大事なななんじゃいいかなと思います。ただ一方でできない人ももちろんいますのでそういう場合は政治にお願いするしかないですよねそこはうんだから政治に頼らない生き方を僕はしたいですね、うん、国,のせいにした国のせいにしない自分の人生は自分で守っていく、えー、自分の人生は自分で切り開いていくそういうのを僕は推奨したいし進めていきたいし だからそのフィールドは違う。山本さんの言ってることと僕のフィールドは違うけれども、うん。まあ頑張ってほしいですね。うん。だからその、別に否定は全然してないので、うん。否定はしてないけど信用はしないってことですね。うん。はい。いってらっしゃい。